浜田市と江津市にまたがる島根海洋館アクアスで11年ぶりとなるアシカの赤ちゃんが誕生しました。アシカの赤ちゃんが生まれたのは先月30日。撮影した生後8日目で体重 6.3 キロと順調に育っています。お母さんアシカニーナも2009年にアクアスで生まれました。最初はうまくいかなかった授乳も今では上手になり、ニーナが前びれを上げ赤ちゃんがおっぱいを飲む姿が見られます。ミルクをいっぱい飲んでだんだんと大きくなっている感じですね。アクアスではアシカの赤ちゃんを見に来てほしいとしています。